これは史上最速のキャッチャーの物語である。2022年のドラフト会議、楽天は個性的な大学生を2位で指名した。少年野球の年代から体格が良く足が遅い子がやらされることが多い捕手というポジション。しかしこの選手はそんな概念を打ち崩すタイプだった。彼の名前は若松大樹。速さと打撃技術で大学球界を席巻している。守備でのフットワークも俊敏でかなりいい。一方で明らかな欠点も。それは線が細すぎること。体重が60キロそこらで明らかにパワーがなかった。これじゃプロでは打球が飛ばない。そう評価されて注目している球団も少ない。楽天は長打力を抜けばハイレベルな若松に興味を持ち、他と被らない個性を持っていると捉え指名を決めた。入団してみるとやはりスピードはキャッチャーの範疇を超えている。だが体が細すぎてボールを止める力がない。外野にコンバートすべきという声もあるが、チームは若松のことをスピード捕手という今までの野球界にない選手として育てていくことを決意。これが令和の捕手像になるかもしれない。捕手が9人いる楽天で頻打のスピード捕手若松は通用するのか。彼のプロ野球人生がスタートした。1年目、ひたすらワンバンを止める練習を2軍で繰り返す。打球は高校生レベルの飛距離だが、ミート力は相当なものがあり、2軍では安打製造機だった。守備での動きや肩に関しては及第点。俊足高打の捕手としてのポテンシャルはある。なおこの世界戦の正捕手はリードと送球に定評のある太田。彼を押しのけて頻打の若松がマスクをかぶれるか。2年目、いつの間にか1軍に昇格している。巧みな打撃で4割を超える打率もマークしていた。そして足の速さもしっかりと披露する。この年は限られたチャンスでも確実に結果を残す。3割4分という数字に首脳陣も目を見張った。ただガリガリな体格なのでホームランはゼロ。細すぎてプロ用のレガースがブカブカな若松が果たしてホームランを打つ日が来るのだろうか。守備での動き、肩はそれなりに磨かれた。それでも盗塁阻止率2割7分3厘は改善が必要か。3年目、規定に到達することができた。コツコツ当てて粘って流すという相手からしたら嫌な打撃をする。太田が首脳陣から嫌われて干されたのか出場がゼロ。若松が正捕手の座を手中に収めた。捕手としては十分な打率2割8分5厘だが、能力を考えるともう少し打てていてもおかしくない。盗塁はリーグ6位の31個。来季はもっと走り、史上初の捕手での盗塁を獲得なるか。この年セ・リーグでは木下が首位打者を獲得。なお規定には届いていない。野球界がバグっていた模様。4年目、111試合に出るも規定には届かず、打率3割5分4厘で OPS も8割近い。相変わらずのパワーでもしっかりと結果を残せた。盗塁の技術は向上したが数字は変わらず31。史上初の捕手での盗塁を獲得まではまだ遠い。それでもマウンドに向かうスピードと一塁ベースカバーは史上最速だった。このシーズンは打撃開花の片鱗を感じる。来季以降に大爆発しそうな予感がしていた。5年目、出場機会が激減してしまう。前年の活躍からなぜチャンスが減らされたのか。若松の代わりに試合に出場していたのは80試合でマスクをかぶった強肩攻守、打撃にも自信のある庭。レベルの高い正捕手争いが繰り広げられていたようだ。ライバル出現に苦しんだものの、わずか71試合で30盗塁する最速捕手。フル試合に出るとどれだけ盗塁できるか気になるが、パ・リーグの盗塁王争いもそう簡単ではない。出場試合数が減ったということで大幅減俸。来季はしっかり結果を出して取り戻したい。オコエのサヨナラの一撃でシーズン最終戦で優勝を決めた楽天。ちゃっかり監督の横で写真に写る6年目の若松。チームはリーグ優勝したものの、若松の打撃はキャリアでもワーストであった。さまざまな打撃スキルを身につけても成績が上向かない。出場試合数がやや増えたことが唯一の成長か。ちなみに楽天は規定に到達した打者が3人。日替わり打線を組んでリーグを制したのだろう。打撃はいまいちに終わった若松、悔しさを胸に日本シリーズへ向かう。日本シリーズではなんとか役に立ちたい。
補足でも何でもランナーを進めた。打撃で特に貢献はしなかったが、マスクをかぶれば強力投手陣をしっかりとリード。猛スピードで投手に駆け寄る。見事に日本一になれたが、笑っていられる状況ではない。5800万円から優勝ご祝儀含めて3900万円に焦る若松だった。7年目オールスターに初めて選出。それにしても保守部門は投票数が少なすぎる気が。不人気保守陣は使われず、 DH 部門2位の栗原を保守として強引に起用するパ・リーグ。指揮を取るのは前年優勝チーム楽天の監督なので、自チームの監督にひどい仕打ちを食らう。そんなオールスタープレイヤーとなった若松は、今年はなんとか125試合に出してもらった。いつの間にか初球の強さは失っているが、苦手だった対左に得意意識を芽生えさせている。盗塁に関してはこれだけ出れば50個くらいすると思ったが、捕手としての役割に精一杯で、そこまで体力を割けないのか27個。かなりパッとしない成績だったが、他の選手はもっといまいちだったためベストナインを獲得できた。8年目楽天はリーグ最強投手陣を擁してクライマックスシリーズから勝ち上がり、日本シリーズ制覇を達成。これも若松のリード力のおかげなのだろうか。よく見たら B クラスのソフトバンクがとんでもないチーム打率と盗塁を記録している。しかし決してバントはしない。ヒットを打てばいいという作戦のようだ。穴がない単打打線、そして9番佐藤がかなり怖すぎる。その頃若松はキャリア初めての全試合に出場。去年とそんなに変わらない、何とも言えない成績だ。初打席からの無本塁打記録は相変わらず継続している。31個の盗塁をしたものの、成功率が7割2分1厘。成功率が下がっているのが心配である。盗塁阻止率の方は2割8分8厘。阻止率ナンバーワンの茎の3倍以上盗塁機とされていた。そんな走られまくり若松でも、マウンド上の投手に駆け寄る速さが評価され、ゴールデングラブ賞を受賞した。9年目、前半戦絶好調のガリガリ君、打率3割7分4厘で折り返す。なんと8番打者での首位打者獲得。1991年の古田敦也氏を彷彿とさせる。かたくなに上位打線で使われなかった首位打者は56打点と OPS7 割7分7厘とキャリアハイの打撃を見せた。盗塁の技術は電光石火と言われるレベルに、若松調べでは捕手史上最高の38盗塁を記録した。これで球史に残る俊足高打の捕手が誕生。子供たちの中でも足の速い子がキャッチャーをやる時代になるか。この時代のパ・リーグは盗塁数がハイレベルで、その中でもロッテの和田が王者に君臨している。なおその和田をはじめとして外野のレギュラー3人が FA 流出するロッテであった。10年目、なんと若松がホームランを打っていた。一か八かの魔人切りスイングでキャリア初めて柵を超えたようだ。ここまで3000打席以上継続していた初打席からの無本塁打記録はここで途絶える。円熟味を帯びた打撃で3割クリアと通算1000安打に到達。この年で潜在能力も開花し、パワーがようやく投手並みになった。しかし32歳になり衰えも見え始めた。早熟タイプなのでここから一気に落ちてしまうか。全盛期が過ぎてしまった状態でキャッチャーでの盗塁王獲得の快挙は難しくなってしまった。またベストナインとゴールデングラブ賞も失ってしまい、年俸5000万円ダウンの大幅減俸を食らう。11年目、打率3割5分6厘でバッティングは好調だった。しかし出場試合数はわずかに49。1軍デビューしてからはワーストの数字である。レギュラーから外れてしまった理由は守備面だろう。阻止率1割9分7厘と肩がひ弱になってしまった。代わりに正捕手に座ったのが3年目の西原。若さに加えこれだけの打力があるので若松には厳しい。楽天は最強先発陣を構築しているが、彼らをここまで育ってきたのも若松かもしれない。来季は34歳になるベテラン捕手の逆襲なるか。12年目、まだ開幕スタメンのマスクをかぶらせてもらっている。
楽天は2年連続の日本一、一応キャッチャーとしてそれなりの実績は残した。ただ打率を3割に乗せるのは厳しい。それに走力も全盛期に比べるとかなり落ちてしまった。ファンからは追い松というあだ名をつけられてしまうが、生き残るため相手にプレッシャーをかける走塁をした。そんななりふり構わないおじさんが未来ある西原から出場機会を奪い取っている。リード力は若松が勝っているが、楽天星の世代交代も近づいているようだ。13年目、35歳になり目が衰えてボールが取れなくなってしまう。肩も衰え走られまくりかと思いきや、阻止率は3割6分8厘、若い頃よりもランナーを刺している模様。そして自身の走塁は今年も17盗塁で通算300盗塁到達。キャッチャーとしては前代未聞の数字である。この年は西原だけでなく、生田という強肩攻守、さらに長打力もある選手が入団。これで18歳、しかも晩成タイプということで、とにかく末恐ろしい素材である。世代交代の準備が整った楽天は大幅ダウンの提示で若松に引導を渡しかけていた。14年目、ついに開幕スタメンマスクを生田に任せる決意をしたチーム。若松の役割は完全に生田や西原など後輩捕手たちの指導役になってしまっている。出場はわずか57試合のみ。黄金期を迎える楽天の日本一をベンチから見守って終わった。しかし打撃に関してはまだやれる。3割近い打率を残し、技術力の高さは証明した。まだ燃え尽きていない。来年はいよいよ2800万円にダウンだが、もう1年だけ打席に立ち、後輩たちを育て上げて現役を退こうと決意した。15年目、打球は全く飛ばないが、最後まで確実性のある打撃を見せる。終わってみれば控えとして3割を打ち、首位打者としての意地とプライドを守った。今までのライバルという意識は一切なくなり、後輩たちの指導にも専念。その結果、生田はゴールデングラブ賞を受賞し、若松とタイプは違えど捕手として完成した。若い力の躍動もあり、楽天は日本シリーズへ。若松の現役最後のプレーは1点を追う9回裏、ダイソーでの出場だった。二塁から激走する37歳。キャッチャー史上最速の男の最後の走りでチームは同点に追いつき、日本一になった。こうして彼はユニフォームを脱いだ。若松弘樹、大学球界の韋駄天としてドラフト2位で楽天に入団。速さはあるがガリガリで卑弱、プロで捕手としては無理、そう言われた。だがプロ2年目でチャンスをつかむと、その後はライバルと競いながら楽天の黄金期を築いた。持ち前の打撃力で通算1267安打、通算打率3割、そして首位打者も獲得。さらに捕手としては史上最多の通算314盗塁。令和の時代にようやく現れた俊足巧打の女房役である。殿堂入りをすることはできなかったが、間違いなく彼は今後の球界に二度と登場しないかもしれない超個性的なプレイヤーだった。